どうもどうもどうも、ベーシストのリンでございます。リンズグルーヴキャンプ第何弾になるか覚えてないですが、っていうかお久しぶりです。基礎練習のやり方その1ということで、クリックを使った練習はまあやっぱりこれが一番なんじゃないかってやっぱり思って、こうちょっと皆さんにこう実演できたらなと、思ってビデオを撮っております。やっぱりクリックは2-4にして、で自分がそれにどういうグルーヴを当てはめるかっていうのをこうまあ考えながら感じながら、まあ適当にやってみるっていう適当じゃダメなんだけど、でもまあフィールをこうやっぱグルーヴなんですよ。やっぱグルーヴどうクリックすらこう仲間にしてこうミュージックするっていう、まあ、ちょっとまあ聞いてみてください。適当ですけども、とりあえず参考になればクリックを2と4に、ドラムでいうスネアの位置に聞いてジャムってみてください。ではね。